彦井藤純也が体調不良、まさか事情聴取の影響か。監督団、伊藤はハーフタイムに体調が悪い、調子が良くないと訴えてきた。だから変えざるを得なかったし、彼には何も残っておらず、タンクが空になっていた。一部の報道で言われている事情聴取の影響か？リーグ公式戦の間に強行で日本とフランスを往復して対応したのかな？本来、性犯罪事案とは関係のない組対4か丸棒関連の部署が捜査に当たっているらしいですね。すでに冤罪事実無根で確定のような空気になっているけど、もし本当に巻き込まれた被害者なのであれば、アスリートにどれだけ負担かけるんだという話。一方の話を鵜呑みにしてろくに取材もせず、公式大会期間中に虚偽情報を拡散した出版社は、もう存続できないだろ。伊藤純也って骨折れてても試合出るから自分から申告するなんてよっぽど体偉かったんだろうな。水原一平事件で大谷が白でスピード解決したように、伊藤純也事件もスピード解決してやれよ。それとも伊藤純也はグレーなんか？体調が悪いこともあるでしょう。伊藤選手はそれでもいつもコンディション整えて頑張ってると思う。過密日程ではないにしろずっと出てるからまあそんなこともあるでしょ。それでなくてもフランスはフィジカルリーグだし。結構前半にガツガツ当たられて、腰の当たりとか痛そうにしてたような。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。